こんにちは、つっちです。今回は、千葉県、長太郎カントリークラブ、アウトコースの1番ホール、レギュラーティーからピンまで424ヤード、ミドルホール、攻略を紹介します。当ゴルフ場は、パシフィックゴルフマネジメントが、保有運営するゴルフ場です。1番ホールのドローン&コースレイアウトをご覧ください。ティーショット、右ドッグレッグホールで、ほとんどフラットなコース、左が OB で、狙いは右側山っそが理想。第1打落下地点は広いので思いっきり打てる。セカンドショット、第2打はワンクラブを大きめに攻めてか。グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。アウトコースの1番ホールはパー4、レギュラーティーからピンまで424ヤード、ハンディキャップは1、右ドッグレッグでフラットなミドルホール。難易度は18ホール中4位、平均スコアは 5.53、平均パット数は 1.99。 90切りの人は3オン2パットが無難、100切りの人は4オン2パットが無難です。アウトコースの1番ホール、パー4、レギュラーティーからピンまで424ヤード、ティーショットの攻略ポイントは、右ドッグレッグホールで、ほとんどフラットなコース、左が OB で、狙いは右側山っそが理想。第1打落下地点は、広いので、思いっきり打てる。アウトコースの1番ホール、パー4、セカンドショットの攻略ポイントは、第2打は、ワンクラブを大きめに攻めてか。アウトコースの1番ホール、パー4、グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。こんにちは、つっちです。今回は、千葉県、長太郎カントリークラブ、アウトコースの2番ホール、レギュラーティーからピンまで542ヤード、ロングホール、攻略を紹介します。当ゴルフ場は、パシフィックゴルフマネジメントが、保有運営するゴルフ場です。2番ホールのドローン&コースレイアウトをご覧ください。ティーショット、左に90度近いドッグレッグ、あまり左を狙うと谷が待ち受けているので、ここは右側狙い。セカンドショット、2打、3打目は緩い打ち上げ、グリーンは大きく3オンは容易。サードショット、グリーンを狙える位置にボールが来ていれば、積極的に狙っていきましょう。グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。アウトコースの2番ホールはパー5、レギュラーティーからピンまで542ヤード。ハンディキャップは7、左に90度近い、ドッグレッグのロングホール。難易度は18ホール中2位、平均スコアは 6.55、平均パット数は 1.93。90切りの人は4オン2パットが無難。100切りの人は5オン2パットが無難です。アウトコースの2番ホール、
パー5、レギュラーティーからピンまで542ヤード。ティーショットの攻略ポイントは、左に90度近い、ドッグレッグ。あまり左を狙うと、谷が待ち受けているので。ここは、右側狙い。アウトコースの2番ホール。パー5、セカンドショットの攻略ポイントは、2打、3打目は、緩い打ち上げ。グリーンは、大きく3オンは容易。アウトコースの2番ホール。パー5、サードショットの攻略ポイントは、グリーンを狙える位置に、ボールが来ていれば、積極的に狙っていきましょう。アウトコースの2番ホール。パー5、グリーン、常に2パットを頭に置きながら、プレーをしていきましょう。こんにちは、つっちです。今回は、千葉県、長太郎カントリークラブ。アウトコースの3番ホール。レギュラーティーからピンまで132ヤード。ショートホール、攻略を紹介します。当ゴルフ場は、パシフィックゴルフマネジメントが、保有運営するゴルフ場です。3番ホールのドローン&コースレイアウトをご覧ください。ティーショット、打ち下ろしで距離はないが、グリーン面は複雑で細かいアンジュレーションがあるので、パッティングは難しい。グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。アウトコースの3番ホールはパー3、レギュラーティーからピンまで132ヤード。ハンディキャップは15、打ち下ろしのショートホール。難易度は18ホール中18位、平均スコアは 3.94、平均パット数は 1.95。 100切りの人は1オン2パットのパー3チャンスです。アウトコースの3番ホール、パー3、レギュラーティーからピンまで132ヤード。ティーショットの攻略ポイントは、打ち下ろしで距離はないが、グリーン面は複雑で細かいアンジュレーションがあるので、パッティングは難しい。アウトコースの3番ホール、パー3、グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。こんにちは、つっちです。今回は、千葉県、長太郎カントリークラブ。アウトコースの4番ホール。レギュラーティーからピンまで371ヤード。ミドルホール、攻略を紹介します。当ゴルフ場は、パシフィックゴルフマネジメントが、保有運営するゴルフ場です。4番ホールのドローン&コースレイアウトをご覧ください。ティーショット、フラットで、フェアウェイも広いが、落下地点右側に樹木があるので、やや花道も広く、攻めやすい。グリーン手前の右側は、谷が続き OB。セカンドショット、グリーンを狙える位置に、ボールが来ていれば、積極的に狙っていきましょう。
グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。アウトコースの4番ホールはパー4、レギュラーティーからピンまで371ヤード、ハンディキャップは13、まっすぐなミドルホール。難易度は18ホール中11位、平均スコアは 5.28、平均パット数は 1.93。客切りの人は 3-4-2 パットが無難です。アウトコースの4番ホール、パー4、レギュラーティーからピンまで371ヤード、ティーショットの攻略ポイントは、フラットで、フェアウェイも広いが、落下地点右側に、樹木があるので、やや花道も広く攻めやすい。グリーン手前の右側は、谷が続き OB。アウトコースの4番ホール、パー4、セカンドショットの攻略ポイントは、グリーンを狙える位置に、ボールが来ていれば、積極的に狙っていきましょう。アウトコースの4番ホール、パー4、グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。こんにちは、つっちです。今回は、千葉県、長太郎カントリークラブ、アウトコースの5番ホール、レギュラーティーからピンまで342ヤード、ミドルホール、攻略を紹介します。当ゴルフ場は、パシフィックゴルフマネジメント、が、保有運営するゴルフ場です。5番ホールのドローン&コースレイアウトをご覧ください。ティーショットは池越えとなり、プレッシャーのかかるコース。セカンドショット第2打は距離に注意を、グリーンを狙える位置にボールが来ていれば積極的に狙っていきましょう。グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。アウトコースの5番ホールはパー4、レギュラーティーからピンまで342ヤード、ハンディキャップは9、ティーショットは池越えのミドルホール。難易度は18ホール中10位、平均スコアは 5.33、平均パット数は 1.91。 客切りの人は 3-4-2 パットが無難です。アウトコースの5番ホール、パー4、レギュラーティーからピンまで342ヤード、ティーショットの攻略ポイントは、ティーショットは池越えとなり、プレッシャーのかかるコース。アウトコースの5番ホール、パー4、セカンドショットの攻略ポイントは、第2打は、距離に注意を、グリーンを狙える位置に、ボールが来ていれば、積極的に狙っていきましょう。アウトコースの5番ホール、パー4、グリーン、常に2パットを、頭に置きながら、プレーをしていきましょう。こんにちは、つっちです。今回は、千葉県、長太郎カントリークラブ、アウトコースの6番ホール、レギュラーティーからピンまで151ヤード、
ショートホール攻略を紹介します。当ゴルフ場はパシフィックゴルフマネジメントが保有運営するゴルフ場です。6番ホールのドローン&コースレイアウトをご覧ください。ティーショット、ゆるい打ち上げのショートホール。花道は広いが、外すとバンカーに捕まる。大きめのクラブで、正解か。グリーン、常に2パットを、頭に置きながら、プレーをしていきましょう。アウトコースの6番ホールはパー3、レギュラーティーからピンまで151ヤード、ハンディキャップは3、ゆるい打ち上げのショートホール。難易度は18ホール中17位、平均スコアは 3.98、 平均パット数は 1.92。 100切りの人は1オン2パットのパー3チャンスです。アウトコースの6番ホール、パー3、レギュラーティーからピンまで151ヤード。ティーショットの攻略ポイントは、ゆるい打ち上げのショートホール。花道は広いが、外すとバンカーに捕まる。大きめのクラブで、正解か。アウトコースの6番ホール、パー3、グリーン、常に2パットを頭に置きながら、プレーをしていきましょう。こんにちは、つっちです。今回は、千葉県、長太郎カントリークラブ、アウトコースの7番ホール、レギュラーティーからピンまで327ヤード、ミドルホール、攻略を紹介します。当ゴルフ場は、パシフィックゴルフマネジメント、が、保有運営するゴルフ場です。7番ホールのドローン&コースレイアウトをご覧ください。ティーショット右崖、左池でやや左に曲がったホール、右側190m、 250m 地点にクロスバンカーがあり、やや左目が狙い。セカンドショット、グリーン手前に大きなバンカーが口を開けている。惑わされず、第2打は大きめかつ思い切りよく。グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。アウトコースの7番ホールはパー4、レギュラーティーからピンまで327ヤード、ハンディキャップは11、右崖、左池でやや左に曲がったミドルホール。難易度は18ホール中8位、平均スコアは 5.41、 平均パット数は 2.12。 100切りの人は3オン2パットが無難です。アウトコースの7番ホール、パー4、レギュラーティーからピンまで327ヤード。ティーショットの攻略ポイントは、右崖、左池でやや左に曲がったホール、右側190m、 250m 地点にクロスバンカーがあり、やや左目が狙い。アウトコースの7番ホール、パー4、セカンドショットの攻略ポイントは、グリーン手前に大きなバンカーが口を開けている。惑わされず、第2打は大きめかつ思い切りよく。アウトコースの7番ホール、
パー4、グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。こんにちは、つっちです。今回は千葉県長太郎カントリークラブアウトコースの8番ホール、レギュラーティーからピンまで320ヤードミドルホール攻略を紹介します。当ゴルフ場はパシフィックゴルフマネジメントが保有運営するゴルフ場です。8番ホールのドローン&コースレイアウトをご覧ください。ティーショット、ティーグランドから120メートル地点まで池が張り出しているので、打ち下ろしとはいえ慎重に。セカンドショット、フェアウェイは広いが、第2打は緩い打ち上げとなる。距離感に注意、グリーンの傾斜にも注意し、手前から攻めるのがベターだ。グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。アウトコースの8番ホールはパー4、レギュラーティーからピンまで320ヤード。ハンディキャップは5、池越えの打ち下ろしミドルホール。難易度は18ホール中13位。平均スコアは 5.21。平均パット数は 1.92。100切りの人は3-4-2パットが無難です。アウトコースの8番ホール、パー4、レギュラーティーからピンまで320ヤード。ティーショットの攻略ポイントは、ティーグランドから120メートル地点まで、池が張り出しているので、打ち下ろしとはいえ慎重に。アウトコースの8番ホール、パー4、セカンドショットの攻略ポイントは、フェアウェイは広いが、第2打は緩い打ち上げとなる。距離感に注意、グリーンの傾斜にも注意し、手前から攻めるのがベターだ。アウトコースの8番ホール、パー4、グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。こんにちは、つっちです。今回は、千葉県、長太郎カントリークラブ、アウトコースの9番ホール、レギュラーティーからピンまで505ヤード、ロングホール、攻略を紹介します。当ゴルフ場は、パシフィックゴルフマネジメント、が、保有運営するゴルフ場です。9番ホールの、ドローン&コースレイアウトをご覧ください。ティーショット、緩い右ドッグレッグホール。第1打は、打ち下ろしだが。セカンドショット、第2打は、左側の池に注意。フェアウェイも狭く、慎重に左側狙いを。サードショット、グリーンの花道は、左右からバンカーが、張り出していて狭い。グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。アウトコースの9番ホールはパー5、レギュラーティーからピンまで505ヤード、ハンディキャップは17、緩い右ドッグレッグのロングホール。難易度は18ホール中6位。平均スコアは 6.41、平均パット数は 2.01。
客切りの人は、4オン2パットが無難です。アウトコースの9番ホール、パー5、レギュラーティーからピンまで505ヤード、ティーショットの攻略ポイントは、緩い右ドッグレッグホール、第1打は、打ち下ろしだが、アウトコースの9番ホール、パー5、セカンドショットの攻略ポイントは、第2打は、左側の池に注意、フェアウェイも狭く、慎重に左側狙いを。アウトコースの9番ホール、パー5、サードショットの攻略ポイントは、グリーンの花道は、左右からバンカーが、張り出していて狭い。アウトコースの9番ホール、パー5、グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。ゴルフ場の週間天気と、今日、明日、明後日のピンポイント天気をお届けします。気温降水量など、基本情報だけではなく、プレーに役立つ、オリジナル天気予報も。風の強さと、湿度、気温に応じた、ゴルフエンジョイ指数を、1時間ごとに、お知らせします。ゴルフ場の、ピンポイント天気予報を、チェックし、今すぐ、ゴルフ場予約、コンペ予約を、しましょう。次回は、インコースの10番ホールについての動画を投稿します。見逃したくない人は、チャンネル登録してお待ちください。